ヨハネス・コルネリス・フェルスプロンクは、オランダの肖像画家。ヨハネス・コルネリス・フェルスプロンクの父親は、ゴーダ出身の画家 W ・コーネラス・イングルススで、フェルスプロンクは、父親の下で学んだ。1632年に、ハールレムのセールカ組合に登録し、肖像画家として成功した。フェルスプロンクの作品には、フランス・ハルスの影響が強く見られるため、 ハルスの下で学んだのかもしれない。彼は装飾品やレースを描くことに長けており、その成果女性を描いた作品も多い。1642年には、ハールレムの聖エリザベス病院の理事たちを描く、集団肖像画の依頼を受けている。前年には、フランス・ハルスが聖エリザベス病院の理事たちを描いている。フェルス・プロンプの作品は100ほどが現存する。 青い服を着た少女は1945年以降に発行された25ギルダー紙幣に描かれている。また、アムステルダムの商人ジーンルグウッチを描いた1634年の作品はヘルマン・ゲーリングの所蔵となったこともある。現在ではこの作品の所蔵先は不明である。ありがとうございます。